クラウディウス・ドルスス・クラウディウス・ドルススは第四代ローマ皇帝、クラウディウスの長男、単にドルススと呼ばれる場合が多い。クラウディウスとその最初の妻プラウティア・ウルグラニラの息子であったが、クラウディウスが皇帝に即位する前に溶接した。ドルススの父クラウディウスは皇帝候補となったゲルマニクスの弟であったが、 幼少からの体の障害などから、政治からは阻害されていた。したがって、そのような父の息子であったドルススもガイウスカイサルやネロカイサルなどのように異例の献職を与えられることはなかった。それでもドルススは年頃になった、紀元20年に、当時巨大な権勢を持ちつつあったルキウスアイリウスセイアノスの娘と婚約した。セイアノスは、 当時の皇帝でドルススの王子でもあったティベリウスに徴用されており、その勢力は急速に巨大化していた。そのため、セイヤノスを警戒する人々も多く、ユリウス・クラウディウス家の一員であったドルススとの婚約により、セイヤノスがますます増長するのではないかと、同時期に行われたネロカエサルとコドルススの娘、リウィア・ユリアとの結婚とは正反対に、 周囲からは苦々しく受け止められた。聖ヤノスの娘と婚約して数日後、ドルススは、ポンペイで急死した。戯れで梨を放り投げて、口で受けようとしていたところ、喉に詰まらせ、窒息死したという。この不自然な死因から、ドルススは暗殺されたとする説もある。スエトニウスはこの死について、当時聖ヤノスの観察により殺されたとする説があったとしている。 しかし同時に、セイアヌスの娘との婚姻の直後であったとして、この説は疑わしいと記している。ありがとうございます。